というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。本来であれば、うん、日曜日に出すはずだったというか、はいはいはい、日曜日に結果が発表されるはずだった、うん、スライダーガールガチャの、うん、クイズの結果をここで発表しようじゃねえかって言われてます。なんだかわかんないけどさ、ピザ話に花が咲いちゃってさ、忘れちゃったのよ。全員忘れちゃった。だからもう今後はさ、はい、前もそんなことがあった気がするから、はい、常に火曜日に、まあもういいかもしれない。やればいいのよ。はい、結局、まあ。なんでわかんないけど、この最近ね、この火曜日に来たガチャ更新は、はい、日曜日にどうこうとか言ってるけども、うん、別に火曜日にすりゃね、いいだけの話で。まあ、変えましょうか。うん、はい。っていうことですが、まあ、今回は、そうでしたと。で、まずは、だから、みんな知らないわけですよ。うん、何年で当たったか。はいはい、っていう動画を先に流しちゃっていいですか？そうですね。はい。じゃあ、結果どうなったら、こちらです。出ましたが、まあこれは、はい、神引きの部類に入るのかな。めでてえと思う。10だっけ。10です。ああ、まあ、10勝。もうあれからあのだいぶ期間が経ったからさ。まあそうですね。もう次のガチャね、もう来そうなぐらいの勢いでしょ。だからもう、はい、忘れちゃうのよ。まあだからとりあえず今回は優勝10連リベットした人が当たりとなります。おめでとうございます。みんなね、3連ですだよとかなるけどさ、うん、僕はここがスタート地点だから。そうですね。投げるのよ、先が。別に関係ないもんね。最終の貫突した数字を覚えてるけど、1体目どこなんて覚えちゃうね。最後も貫突したところはゴールですからね。うん、はい、続けて。だからこれ、はい、無料チケを10連して、うん、もう次出たってことですね。そうです、そうです。はい。で、これは1ってことでしたっけ。1です。その優勝の10、ね、ということにさせていただいてますんで、うん、今回ですね、優勝10。何人いた？14人。14。そう。なんか今回はさ、その、10連、優勝10と、この通常10のごちゃごちゃで、そうそうそう、一瞬ね。聞き直してるちょっとね、はいはいはい、手間があったんで。一回だけ、あ、そっか、それ確かに言っときゃよかった。うん、それっきりで、あとみんな書いててくれたんですが、うん、で、ちなみになんですけど、うん、お一人、昨日、うん、ツイートしてくださった方がいて、はあはあはあ、以上で、あ、締め切り切れてんなーと思ったんですけど、うんうんうん、まぁ、ちょっと今回は残念ながらというか、はいはいはい、外となっておりますんで、うん、次回以降ぜひ締め切りを守ってやってくださればと思います。うん、はい、ということで14人です。はいはい。はい、これ10分の1に。1万円ですか、だから。1万円1人です。あー、いいですね。うん、僕は全然ここにいないんですが。まあまあまあ。確率がいいところで1はなかなか美味しい。これなんか今回1にしてましたけど、うん、いつも3000だったんですね。だから僕はもうそこら辺を把握してなくて1言っちゃった。だから損しちゃった。めっちゃそう。だからこれ今回の人たち結構大きいよこれ。間違えちゃった。だからここが出やすいからここは3000っていつも言ってたらなんか1にしちゃったよね。え、ハイパーラッキーゾーンだと、うん、まあ3000も1も変わんねえよ。変わるよ。まあ今回はスタッフさんだから僕はどうでもいいんですが、うん、はい、ということでじゃあいきますよ。はい、14ね。はい、はい、結構ね、見た名前も多いですよこれ、うん、はい。で、今回はまあ一応ちょっと1回で終わっちゃうからさ、うん、伸ばしてみるけど、この止める感じね、はいはいはい、一番多かったのってどこら辺なんですか。あ、でもね、この優勝は優勝が多かった。その10、20、30でどこが多いかまではちょっと計算してないんですけど、うん、やっぱ優勝が多かったですね、うん、他のところだから30連とか、うん、まああといつもの27連の方とかね、うん、いらっしゃいます。天井もやっぱりいるわけでしょ。天井、でもね、今回ほんと少なかったです。もうだからやっぱ、まあ、3回ここにあるからなっていうのが、はい、大きかったのかな、やっぱ。で、1万だから、うん、こらできるぞ。ちなみに10連、20連、30連だからどこが一番多かったんですか。まあでも10連が多かったですね。あ、そうなんだ。はい。だから20連、30連よりは。はい、そう。うわぁ、若い数字出ましたよ。はい。2番。2番。
2番はセシリーフィアチャイルドさん、おめでとうございます。知ってる、この人確か前回抽選も結構ニアピンだったんじゃないかな、うん、あったった、なんか黒板に名前が載ったみたいなことを言ってくれた人じゃないかなと思う。まあ、だとすれば今回めでたく、うん、当選ということでおめでとうございます。セシリーフィアチャイルドさんね、ちょっとまだ一回聞いたら忘れない名前だよね。うん、これがどういう意味なのか僕はちょっと存じ上げないんですが、うん、で見てくださったら僕に DM でどのギフトカードがいいか教えてくださったらありがたいです、はいはい、よろしくお願いします、ね、おめでとうございます。ちなみに今全然聞かなかったけども、うん、この14名の中にどんな人いたんですか、はい、まあじゃあ読み上げていくと、ね、まあ、今出てるんだろうけど、まあ、僕は知らないでいただけたらね。まあ、チンさん、努力さん、はいはいはい、で、まあ、セシリーフィアチャイルドさん、うん、ノスタルアット、まあ、フリーダムさんの方かな、うん、田中義哲さんで、この方もよくやってくれて、ガロ、殲滅団の団長、うん、聞いちゃった、聞いちゃった。キャリバーン、カンタダコブン、リクト、ザ、ザかな、サカヘイ、カマー星人、ジョルノアット、OFA、うん、シャラット、純白の魔王軍。OFA いたの、そう、いたんだ。ちょっと全然違ったけど。まあ、ここに乗っかってくればいいでしょう。うん。TTR、ナサさん、マミヤ、フューチャリング、コマネスさんと。あ、14名じゃなかったですね。はい。まあ、でも、とにかく今回は、セシリーフィアチャイルドさん、おめでとうございます。すごいね、はい、これはだからまた送らせていただきますんで、うん、っていう抽選動画、ね、まあこれまたね、はい、次のガチャがさ何曜日になるかによって、うん、うん、すぐにまた次かもしれない、可能性ありますからね。まあそういうことで、まあお待ちくださいってことですね、はいはい、では今回これですかね、ということで、もう一つですね。もう一つ。麻雀。麻雀。はい。はい。最強戦、はい、第2回を今、開催してますよ。開催募集を。で、はい、一応目標としては、うん、前回の出場者より、多くなるが、はいはいはい。目標です。それはそうですね。で、今回は、前回の上位4人が、うん、シード権を持っていて、はい、1回戦出ないんで、うん、タグが1つ減るんですね。減りますね。だから、それも、込みで、はい、ちょっと多めに取りたいのと、うん、あと一応、バッと見て、前回ね、はいはい、出場してくれてるけど、今回エントリーがない方っているでしょ。いらっしゃいます。何人かいるんですよ。いらっしゃいます。まあ、有名な方も結構いるんで、はい、見逃してるか、忙しいか、これちょっとわからないんで、そう、まあ、僕らではね、一応ちょっとこちらから、今回はエントリーなしでしょうかっていう確認の DM をさせていただくっていうのをちょっと、あらかじめ告知しておきます。あらかじめお手紙を出させていただくと。あ、ぜひご返信お待ちしております。そう、大体こういう通販とか失敬のよ、一回やると。まあね、確かにね、必ず来る。本当にそれこそダイレクトメッセージをいただきますから、そうそうそう、必ず来る。すいません、ちょっとスパムさせていただきますので、新商品出ました、はい、出てくるから、ね、新しい大会でって、なんで一応ちょっとね、ここだけお許しください、もう一回お声掛けをさせてもらい、はい、そこで改めて前回の出場者だけですけどね、うんうんうん、はい、参加のします、ね、あれを聞いてみるか、確認。まあ、はい、もうこれはもちろんまだまだ募集中です、ね、そうですそうです、ね、まだ今のところちょっと、10人15人ぐらいは足りてないでしょかな、前回より。今だから46、7、8ぐらいなんで、そう、はい、なんでもう一声、あとまああと出場してくれてる方もね、うん、周りにお声掛けをしていただいてね、うん、もう翼チャンネル伏せてもいいですかね。あ、そうそう、もうアンチはもう名前変えてでもいいよぐらい、はい、そうですね、はい、もう全然別アカで参加してくれていいんでそうそう、よろしくお願いしますと。まあそういうことでこれも一応告知して、はい、お願いします。まだこれから募集していきますよ、ね、締め切りはまだ決めてません、はい、ご自由にやってください、はいはい、ってことですかね。まあそういうことです。はい、どうもありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。